皆さん、私たちの日本国には国民皆に物とサービスを十二分に供給するだけの生産力と国力があります。私たち日本の通貨は私たちの日本国の円です。そして円は国際通貨です。さらに国債は円建てのみです。このような私たちの日本国において課税・税金の目的は国家財政の財源ではありません。そもそも税金は国家の利益や利潤ではありません。課税・税金の目的はインフレ・物価上昇の抑制、格差の抑制、民主国家の社会秩序を安定させるためです。日本国の財政支出の財源は国債による円通貨と税収です。今日では日本国政府が国債を市中民間に売るのは名目は資金調達ですが、実質は市中民間の余剰の円通貨を集めて円通貨の投機操作を防ぐためです。日銀の市中からの国債買い上げ、また財務省からの国債直接買い上げは円通貨を市中民間に必要に応じ供給するためです。国債の累積残高は日銀の国債買い上げの累積残高に過ぎません。日本政府の財務省と日本銀行で累積残高は帳消しです。政府の財政支出の制約はインフレ率のみで 2% から 4% です。財政支出の制約は国債発行残高や支出総額ではありません。新規国債はハイパーインフレーション、物価暴騰や将来世代への付け、財政破綻にはなりません。あなたはいかがお考えになりますか。よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。